日米語、うで新たな、しかも、中国包囲網とも思える、画期的な F-35 ステルス戦闘機での、新たな軍事演習を行うとの情報をキャッチしました。今回は、この2、日米語、うでの新たな F-35 ステルス戦闘機での軍事演習の中身について、詳しく見ていきます。J20 中国だけでは終焉ですね。今回で20回目の開催となるアジア安全保障会議、シャングリア・ダイアローグが2023年6月2日から4日の日程でシンガポールにて行われ、アジアを中心に40数カ国の安全保障等の担当者が集い、複数の会議体が催された。このアジア安全保障会議、シャングリア・ダイアローグには、中国の李国務委員兼国防部長も招待されるなどしているが、日本、オーストラリア、アメリカの3カ国の防衛大臣は、これに先駆けて会談を行った。これに参加したのは、日本が浜田国防大臣、オーストラリアがマールス国防大臣、アメリカがオースティン国防長官であり、会談自体は1時間弱の短いものではあったが、大きく中国を牽制する内容となっている。昨今も南シナ海方面ではアメリカ軍航空機に対する中国軍航空機による妨害的な飛行や、アメリカ軍艦艇に対する中国軍艦艇の妨害的な航行などが発生しているが、これらの自責へのメッセージも大いに感じられる。日本、オーストラリア、アメリカの3カ国の防衛大臣の会談では、これら3カ国が掲げる自由で開かれたインド太平洋という概念を重要視していることを相互に確認し、軍事的な連携と協調を強化する方向を示した。さらに、日本、オーストラリア、アメリカは、これに続けて、フィリピンのガルベス国防大臣を入れた4カ国での防衛大臣会談も初めて実施し、南シナ海に面する同国を加えることで、さらなる対中抑止力の向上に期待を抱かせている。今回の日本、オーストラリア、アメリカの3カ国の防衛大臣の会談では、大きくは3つの懸念点が確認され、それは、1東シナ海における安全保障環境、2南シナ海の現状、3北朝鮮の各種のミサイル開発とされた。これらに加えて、自由で開かれたインド太平洋という概念に照らして、日本、オーストラリア、アメリカの防衛大臣は、台湾海峡における平和と安定を唱え、その問題の軍事力によらない解決策を促進した。日本、オーストラリア、アメリカの3カ国の防衛大臣の会談の要諦は、中国による東シナ海、南シナ海への海洋進出と、それに伴う一方的な現状の変更に、ことを唱えるものとなったことは、改めて言うまでもないだろう。さらに、今回の日本、オーストラリア、アメリカの3カ国の防衛大臣の会談で、注目を集めたのは、そうした共通認識を現実に反映させる方策として、この3カ国による合同軍事演習の実施頻度、内容の拡大を打ち出した点にある。ことに文言として示されたのは、日本、オーストラリア、アメリカの3カ国が、それぞれに保有、運用している戦闘機、F-35 ライトニング2を用いた合同軍事演習を実施すると、個別の兵器名を挙げていた点であろう。さらに、こちらは、個別の兵器名までは示されなかったものの、日本の自衛隊が保有する武器等の装備によって、アメリカ軍、及び、オーストラリア軍の艦艇等を防護する訓練を定期的に実施するという、内容が掲げられた。また、すでに、オーストラリアの北部で実施されている、サザン・ジャッカルー等の、高度な内容を含む合同軍事演習を、より多く実施することも打ち出しており、これらは、アメリカ海兵隊等の展開力をさらに向上させるものと言えるだろう。こうした内容を眺めてみると、中国の海洋進出を、日本、
オーストラリア、アメリカの3カ国で抑制することを基とし、その実現のために、合同軍事演習等の実施の頻度、内容を高度化していくことを強調したものだったと感じられる。あえて、そうした動きに、中国に対して、具体的な想像を働かせる目的で、日本、オーストラリア、アメリカの3カ国が保有、運用している、いわゆる第5世代戦闘機タル F-35 ライトニング2の名を、その中に挙げたと見るべきなのかもしれない。アメリカのロッキード・マーチン社が開発した F-35 ライトニングには、今更言うまでもなく、日本を含む西側諸国、つまりは、アメリカの同盟国や友好国が、唯一現時点で入手することが可能な最新鋭の戦闘機となっている。アメリカは、さすがに原産国だけあって、この F-35 ライトニング2の通常滑走路使用の A 型を1700機以上、短距離離陸、垂直着陸が可能で、強襲揚陸艦から、運用される B 型を350機以上、航空母艦艦載機の C 型を300機以上調達しようとしている。日本の場合は、航空自衛隊において、通常滑走路使用の A 型を合計で105機、今、まさに、航空母艦改修が、進行中の出雲、片護衛艦2隻の艦載機として、B 型を、合計42機を調達する予定で進められており、両社の総合計は、147機となる見込みだ。オーストラリアは、通常滑走路使用の A 型を当初は100機ほど調達する計画が打ち出されていたが、現時点では、少し減少して、72機の導入を確定させており、今後の動向によっては、再び増加に転じる可能性もあるだろう。日本とオーストラリアは、同じく F-35 ライトニング2の A 型を調達中ではあるが、少し興味深いのは、そこに至るまでのそれ以前の戦闘機の保有状況であり、その意味においては、全く異なる過程を歩んできたと言っても、間違いではない。まず、もってに、日本の航空自衛隊の場合は、2011年末に F-4EJ を代替する機体として、F-35 ライトニング 2A 型を選定し、42機の調達を決め、次に、2018年末には、F-15J、プレムシップの代替にも B 型が当てられることとなり、そこで、今の147機の調達が確定した。こうした日本の航空自衛隊の動きとは異なり、オーストラリアは、F-111 アードバークと F-A18A、B ホーネットという、2機種の戦闘機の代替の検討を、1995年頃から始めたため、当時まだ開発中だった F-35 ライトニングには、すぐに導入はできなかった。そのため、オーストラリアは、F-111 アードバークの退役のために、一旦、その座を、F-A18E、F スーパーホーネットで埋めることを余儀なくされ、F-35 ライトニング 2A 型は、F-A18A、B ホーネットの代替機として、100機の調達が施行された。F-111 アードバークは、1960年代に、ジェネラルダイナミクス社が開発した、量産型としては、世界初の可変翼を採用した機体であり、戦闘爆撃機となるべく開発されたものの、実態としては、星空能力に乏しく、事実上は、爆撃機もしくは攻撃機だった。F-111 アードバークは、アメリカ空軍とオーストラリア空軍に採用されたのみだったが、前者では、ベトナム戦争や湾岸戦争で実戦投入され、やはり用途は対地攻撃であり、オーストラリアでも、長距離打撃能力を支えた兵器となった。こうした長距離打撃能力を持つ F-111 アードバークを2010年末に全て退役させたオーストラリアは、以後はその分野をカバー可能な兵装を失った状態となり、
今後のオーカスによる攻撃型原子力潜水艦調達で、久々にその能力の回復を期としている。オーストラリアは FA18A、B ホーネットの代替機として F35 ライトニング 2A 型を選んだが、当初はこれよりも航空母艦艦載機として設計された C 型の方が若干だが、航続距離が長いため、陸上から C 型を運用することも検討した。しかし、実際には A 型と C 型の航続距離には、運用上で区別するほどの違いはないと、最終的には判断し、オーソドックスな A 型を調達することととし、2018年末から、同機の納入を受け、前述したように、76機の導入計画を進めている。ちなみに、オーストラリア空軍では、F35 ライトニング 2A 型の導入に伴い、FA18A、B ホーネットを2021年末までに運用を終了させたが、これらの機体の一部が、ウクライナに対する兵器支援の一環として供与される可能性が浮上している。ただし、軍事関係者の FA18A、B ホーネットのウクライナへの供与に関する見方は、おおむね芳しくなく、未だ強固な防空網を維持しているロシア軍に対し、アビオニクス類も含め第4世代機の中でも、旧式な同機が有効と見る向きは少ないようだ。